第2章城塞都市というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回も龍が如く7外伝やっていきたいと思います。いやー、第1章からボリュームがすごくて熱いです。沖縄かな、これ。朝顔のね、子たちがどうなってんのかすごい気になるもんな。もうみんな高校生とか行ってんじゃないの、朝顔。みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。豆ちゃん。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんた、ハルトじゃないんだからさ。そっか、ハルトくんも一緒に暮らしてるんだ。ユウタもいるのかな、じゃあ。ハルト？さあ、ほら。ハルト。行くよ、ハルト。もうお母さんになってる、はるかちゃんも。いやー、マジか。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、キリュウさん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それがおかしいけどね。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。ああ、なるほど。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。いや、それよね。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。調達って。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。あるか。なるほど、どうやらいい話らしい。やっぱ会いたいんだもんね。理解いただけたようで。だが花はダメだろう。俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。かたくなだな。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。お、な、なにそれ。見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。ああ、そうなんだ。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。いやいや、戦っただろ。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。人質か。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、そのあたりで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。
花輪さん見捨てる気あったらそれも結構、好きにしたらええ。いや、勝手に見切りつけちゃまずいんじゃないの。渡瀬に怒られそうだけどね、この人たちも。あ、電話か。もしもし。俺だ、住職。あ、住職に電話か。上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合、俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。まあでしょうな。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。分かりました。お心遣いに感謝します。感謝。じゃあ行こうか、蒼天堀。近々私も蒼天堀に向かいますんで。なんかね、コラボ料理が結構あるみたいでさ、実写やろうかなって思ってます。さあ、というわけでやってきたか、蒼天堀。うわ、猫ちゃんか。猫大好きだもんね。ごとくは猫めっちゃ出てくるもんね。大阪蒼天堀。なんかコラボメニューがいっぱいあるみたいでさ、近々本当にリアルで行くんですよ、大阪に。だから実写撮れたらいいなって思ってます。撮れたらだけどね。さあさあ、やってきたぜ。まずは赤目ってやつを探そう。蒼天堀川の南側が縄張りと言っていたな。よし、金の皿、行こうか。さあ、どっかこの辺だ。あ、駐車場か、ここか。あ、俺違うな。なんやおっさん、グレタか。緊張。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や。いや、知り合いかい。そうな。ああ、何やだ。こんな若造でも知ってんのか。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。戦いだな、これ。ちょ待ておっさん、それ絶対戦うじゃん。こいつは何なんだ。なんや、あんた知らんのかい。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかり。なんかのチケット的な感じなんかな。何も知らん、あんたが乗っ取ってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。なわけねえだろ。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええから、それよこせよおっさん。口で頼んでるうちんな。拳で拳で教えてやるよ。こっちのセリフや。まぬけ。まぬけお前じゃ。よし行こう、チンピーラー。王流スタイル。何お前、ナイフなんか出しとんのや。許されぞ。よいしょ。でナイフもらって、あ、ちょっとナイフください。よいしょ。ほら、撃て。ちょ、後ろからやめて。よいしょ。ほら、よいしょ。で、ナイフもらい。ほら。殺人。あれ、死ななかった。なんで。
ッケー。バカ者め。お前らじゃ拉致が開かねえ。開かねえんとこに案内しろよ。これ以上手間かけさせない。ああ、怖い怖い。そんな相手にすごもんやめや。あ、赤目さんか。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。赤目やん。仲間も釣れんと一人でようやるわ。絶対この人誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目わあ。まあな、そんなジロジロ見んといてくれる。ファーストサマーさん、蒼天堀の何でもや赤目女性だったんだ。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像した。確かになんか綺麗だしね。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんだろ。もういいです。だっせー。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。あ、キーホルダーごとで違うのか。鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。ちょ待てよ、あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。あ、そうなんだ。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪、なんなんそれ。知らんのかい。冗談だろ。この赤目って女が、花輪の居所を知ってるわけじゃねえのか。だったらなんで鶴野は俺とこの女を引き合わせた。なんかやってほしいことがあるってことでしょう。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ、ついてきて。ガキの頃怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。ああ、風間さんにね。うちはヤクザとちゃうで。だからって肩着とも言えなさそうだ。ブーメラン。ま、それはそうかもな。めちゃめちゃブーメランなんだよなこの人。うん、名前ね。なんて呼んだらええ。上流でいいよ。本当に釣るのから何も聞いてねえんだら。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの。ああ、もてなしって何のことだ。へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証ない。あれ、これもしかして闘技場、ま、すぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。これ闘技場っぽいな。上流だ。上流。ん、俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。上流の読み方分かってねえな。まあ普通は分かんないよな。上流？川の上流みたいなね。あれ、ここ誠ちゃんがいたところじゃない？おい、そうだわ絶対。うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。うわー、懐かしい。オデッセイユキャバレーの倉庫やってん。そうよね、ま、懐かしい。汚いとこやけど、どう。なんかすげえハイテクシステム入れてんだけど。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。登録までいいんですか、ありがとう。うわ、懐かしいな、これゼロの時に出てきたんすよ。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ、例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。すごい花屋みたいなことしてる。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。
法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤トラ持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。わ、この目がなんか秘密あるんじゃない。桐生カズマだってわかるみたいなね。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのに、なんでずっとグラさん。あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。釣れない男よ。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。オッケー。じゃあ一旦サブストーリー行っちゃう。なんかあるかな。外行っちゃおうかな。ちょっとしてよ。普通に外出れんな。なんかサブストーリー出てないかな。出てないっすね。よし、じゃあこのまま行っちゃいましょう。さあというわけで、サブストーリー特になかったんで行きましょう。さてこれからどうする、上流。あんたは何者なんだ。とある場所へ行きたい。まあ、とりあえず何者。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。情報屋ね。ホームレスたちの面倒を見て代わりにいろんな情報をもらってる。ああなるほど。それがホームレスを仕切ってるってことか。あらやじゃん。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。ああそうなんだ。そういう土地柄生かしたビジネス考えな。うちみたいな中小はやってけんのよ。まあ大阪は結構まあえげつないみたいだけどね、そういう部分は。ホームレス支援に対してね、結構どぎつい部分もあるみたい。とある場所へ行きたい。そういえばさ、このファーストサマーウイカさんだっけ、この人なんかキャバクラのオーディション受けてたんだけど、もう最初からオファー決まってたみたいな話あったな。よし、じゃあとある場所へ行きたい、行きましょう。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。やっぱ闘技場だなこれ。この女がどういう立場かわからねえ。花輪がさらわれてることは言わないでおこう。鶴野も大した情報は教えていないようだし、下手すりゃ俺のせいで巻き込みかねない。優しいな。まあとにかくとある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファー使ってくれる。オッケー。一旦外出るか。いや休もう。まだやることあるってことはやっぱ外でなんかあるのかな。特になかったんだけど、ちょっと探してみますわ。本当に何も起こんないので寝まーす。赤目から話を聞けるのは明日だ。やることなければそろそろ休むべきか。よし休もう。まさかまだサブストーリーできないとはね。さあ朝になりました。いないのか赤目。赤目のやつが見当たらねえ。どこに行ったんだ。寝ててどっか行かれたってまずいね、エージェント。おっと、ゆっくり休めた、上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。すげえ寝てたんだ。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり今日はちょっと立て込んどってな。ああ、情報屋の仕事。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる。悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。一人で行けないんでしょ。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。
そない簡単なとこちゃうんやで。おい、そしたらな、上流手伝いやな。物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減、そのとある場所ってどうにかなんねえのか。あの湖のあの地下のとこでしょ。なんだそこは。せやな、あそこは知る人ぞ知るVIPたちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？キャッスル？知らねえな。普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。VIPの遊び場に花輪が捕まってんのか。釣るのは俺に何をさせる気なんだ。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる。まあええでしょ。早うキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった、ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよ。オッケー。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。ああ、そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。いや怖いな。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る。ああ、なるほどね。はいはいはい。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて。なんか支援とか言ってね。狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけ。なんか支援費とか言ってもらうんでしょ。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。なるほどね。貧困ビジネスってやつか。大阪は特にひどいってな。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。おお、それが人の道やないの。結構荒っぽいね。おい待てよ、そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵大海連合の息がかかってる。潰そうぜ。もし相手が大海でもやんのか。やるでしょ。当たり前や、こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。おお言うね。蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。いい情報やだ。随分と威勢がいいな。好きじゃ好きだぜ、そういうタイプは。その囲い屋は何人くらいいる。仲間は俺たち二人だけか。余裕でしょ。ん？囲いや潰すんは上流一人でやるんやで。まあでしょうな。その後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。まあ最初から巻き込む気はなかったでしょ。その辺に来てる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくれ。おーいいね、ぶつぶそうぜ。すが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。オッケー。まあ最初から赤目さんのことを巻き込もうとは思ってませんからね、上流さんは。行きますか。囲い屋ビジネスとかすごいことやってくんだ。なんかやっぱ社会問題切り込みますね。赤、邪魔じゃこら。おら。よし、オッケー。なんかこういう支援とか言って近づいてきてかすめとるやつらってあれだからな。なんか善人ずらして
来るんだよな、こういうやつほど。なんか助かった弱みにつけ込んでとことん絞り取ってやろうみたいなね。なんか人団体でもそういうのがあると、なんかちゃんとしてるとこも足元見られるし。さあというわけでやってきました、キリュウさんが、刺された場所ぐらい極み2で刺された場所だね。ええー、やろうちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや、人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。明らかにヤクザじゃねえかよ。騙されたと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。断って。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで。ああ、やばい、弱みにつけ込んでくるぞ。ええ加減にせえよ。おい、何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。ゴミがよ。なんやこれおっさん。お前ら囲いやが、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ、潰します。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。おお、正義の味方。わしらは大見連合のもんやで。名乗っちゃったよ今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。その方が簡単だぜ。相当やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したら。こっちとらぶっ殺したる。大見連合組川に落としてやる。おい、ほら、ほらよ。ちょ、やめてください。やめてください。ほら。さよなら。二度と出てくんじゃねえ。死んでんじゃん。バカがよ。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスもなけなしの金まで狙って、どんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。いえ、歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺海岸、小福町西にある、あそこの2階だ。わかった。じゃあ、おい、しばらく寝てろ。あは無事だぜ。もう、おおきに、おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら、大見連合を言うてたで。あんた、大丈夫なんか。ああ、大丈夫ですよ。この町に長居する気はないんだな。あんた、一人で潰せますから。もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺で、ホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。そうよ。ああ、じゃあな。まあ必要な時にね、自分が必要な時に頼れるとこに頼ろうよ。なんかさっきみたいにさ、ほら俺が助けてやっからよみたいな、そういうのじゃねえんだよな。行きましょう、四ツ谷会館。